は何事だ。どうした、何があった。来るな、窓から開いてくれ、やめろ。取り乱すな、俺が助けてやる。やった。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ。文庫の小屋。この染め、文庫のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。これは勘どこ。猛虎の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。さらあの郷で仲間を鼓舞しておる。苦しみおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父に、ジェギ、手を貸さんか。急いで駆けつけたけど、これひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの。わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。
もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。酒井家は息で憎まれておる。酒井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待ってる。